はい、どうも皆さん、こんばんは、モッティです。初めてのキギョクエスト、不動の山神、山の神、柏原、龍之介。あ、龍之介じゃねえ、なんだっけ。柏原。確かにガムートと柏原選手って似てねえよ似てねえよ。全然似てねえよ、別に。いや、山の神じゃん、でもほら、山の神と崇められる巨像。崇められる？恐れられる？何られる？わかんない。ああ、寒いよー。ゾウさんだぞー。よし。やってくぜ。でかくね？なんかでかくね？え？え、ガムートこんなでかかったっけ？え、でかくね？今日のガムート。え、なん、やばくない？え、史上最大サイズなくない？これ。でかいよね。でかいよね、絶対。でかい確信。でかやば、でかちょ、待って、でかい。でかいっていう感想しか出てこないぐらいでかい。こんなもんだったっけ？あ、乗れたー。よし、俺はダルシムになる。ここ。グイーン。グイーン、グイーン。これは長い戦いになりそうだね。よし。速攻で持って。これ、牙なー。牙壊したいよね。で、牙とか鼻とか、ちょっとこの辺に集中砲火ですよね。まあ、なかなか攻撃できる場所じゃないから、乗ったら、基本的には、そういうところに一気に攻撃していきたいところではある。さあ、さすがの叫び声でござんすね。いや、これめんどくさいやつ。とりあえず、防御術つけてます。はい。ブルドーザー。いや、強いなー、やっぱ。あー、マジ。そんだけ吹っ飛ばされて。え、てか、な、お、エリアもよくわかってない、まだ。これ画面端？これ画面端か。画面端だな。シロー。ちょ、気をつけながら、立ち回っていかないと。マジで一発が重いんだな、ガムートは。ちょっとあれだな、玉三つねとは、割と。いやー、動けなかった、今のは。いや、見えない。逃げ切れないよな。飛んで、でも飛んだ後に攻撃は入れるのはやめよう。そうしよう。ちょ、ガムートとの約束な。あ、やばいそれ。あー、やらか信号。やらか信号、これは、引くっつってもこの巨体だからさ、引ききれない。あー、マジで？え、マジで？それちょっと運悪くね？それ。それちょっと運悪すぎでしょ。それ運悪すぎでしょ。液反、一回のドシンで吸収されるとか、ちょ、出れない。牙、あー、出れないし、もう最悪なやつだし。誰もいないし、味方いないし、何もできないし。何もできない。よし。ちょっと運悪いね。いや、ガムートはこれ時間かかるな。あれ？当たった？うっそ。なにそれ！はぁ？え、マジで理不尽すぎるでしょ、さすがに。なに、セリン。ちょっと理不尽なこと多いなぁ、今回のガムート。まあでもここは攻め時でしょう。じゃあいらないそれ。もうとにかくガリガリ乗っていくしかないだろうなぁ。はい。まあいい感じに虫まといのダメージも入ってますね。よーし、オッケー。さあ、ここ入って、一
に攻め立てていく。ここはしっかりダメージが入るところですから。あ、なんか壊れたよ。鼻つけか、頭か、頭っぽいかな。ちょっと見えない。はい、落ち着いてやっていこう、落ち着いてやっていこう。へー、ちょっと待って、油断も隙もありゃしねえ、マジで。ナイスー。いやー、ゾウさんこんなきつくなかったと思うんですけどね。この、それがいない。あー、どこ行く？どっか行くわけではない。いや、だから追撃ダメ、ダメだって、ダメだって、その追撃が悪臭生むから。別にいい。時間かかってもいいから、絶対、絶対、うぅー！何、何、何が起こってるのかよくわからない。よくわからないマン。回避入れなくてもいいな、これ、ここまで来たら。こうさ、うまーくこのさ、行ったり来たりで、できないかな。あ、一回引いた？これは一回引きましたかね。とりあえずエキハン。エキサンター、入れて、やばい。雪だるまになってる。あー、地震。あ、この状態でも地震効く！やばい、やばい、これは引かないと、引かないとまず。あ、なるほどね。走行状態をまた作り直すんだ、あの、あれは。パターン入ってるよ、パターン入ってたよ、今。さあ、氷状態になっていく。乗っていく！もうこれ、ガムードはもうこれでいいな。いや、ちょっとデカすぎて何をしているのかよくわからない。その方向は聞かない。そっか、すんげえ口の中が見えてた。すんげえ見えた。で、まあでも、片方の牙には入るんでダメージ。これ入れていきましょうか。はい、チョン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 。まあ、こんなもんか。ちょ、深追いしすぎか？よし、これで逃げよう。よし。逃げます、逃げます、逃げます。なあ。まとめましょうか。あ、装甲が全部剥がれてますね。よし。これさ、部屋中全体にダメージみたいな、そんな技だよね。一回、一回ね。一回離れまして。緑。黄色。真正面行かないと赤取れないからな。さあ、ブルドーザー。黄色しか取れないんですが。黄色し、あ、白、そう、白取れた。よしよしよし。とりあえず二つぐらい取れたらね。まあ、まあ、本命は赤なんですけど。ドー！まあ、無理やり赤取りに行って、危険になるよりは、全然いいですよね。さあ、体幹が切れていく。あー。もう一回飲もうか、しっかりね。そろそろ多分ね、肉食うた、ちょ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 。うわぁ！全然買わせてないんだが。やばい、痛い。え、上登れんのここ、マジで。初めて知った。エキサンター前足が、今度は当たっていく。ギリギリ当たっていく。エキサンター中に、エキサンター中にいいダメージを取りたい。どっか行くの？どっか行くかもしれないですね。もうさすがにそろそろ乗りきついもんね、実際。あ、これは、これ何が起こってるかなんとなく俺には分かっているが、いいですよね。はいよ、そこにいるよ、そこにいるよ、目の前に。あ、地震で壊されていく。体力は大丈夫。
微妙に、そっちに飛んじゃまずいでしょ。はい。でさ、手数的にはさ、ジャンプより普通の攻撃の方が手数多いからさ、それを、やっていきたいところではあるんだけどね。なんかある。こっちか。駅班、駅班、ここ、ここ、ここ、駅班、なんかすごいことになってるけど、うわー、地震でまだ止められていく。地震きつー。えぐー、地震。えぐいなー。全然、うっそ、ぶんな、ああ、乗られた乗られた。こんなゾウさんに乗られたらひとたまりもない。痛い痛い痛い。大ダメージとかいうレベルじゃねえだろ、もう完全に複雑骨折だろ、こんなの。いやー、無理取れないかな、無理かな、無茶かな。うわー、涙かよ。なんか、うわー、最近涙多いよね。全然なんか素材系もらえないんだけど。ああ、それは無理。うすー。いや、思いっきりガムートのターンですね。いや、きつきつ。ああ、出ない。結構こっち行って、大丈夫大丈夫大丈夫だ、大丈夫だ、落ち着いて立ち回れば。どっかに行く、行かない、行くふり、すーやばいか。なんかなんかでも落ち着いてる雰囲気は漂ってるよね。それはそれは苦しい。また黄色か。なんか一進一退の攻防。いやー、マジで？どういうあれかわかんないんですけど、今のはダメージの食らい方が。あ、終わった。やばい。もう一丁。あ、これは入って逃げる。逃げ。やーっと乗れた。まあ、さすがに4回目ですけどね。さすが4回。さすがにこれは時間かかる。全く本人見えないですけどね。底力にゃー。あー、最悪だー。これはひどい。これはひどい。近年まれに見るひどさ。まあ、しゃあないな。駅班、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 全然全然できない。はい、駅班。よーし。いやー、無理か、間に合わないか。大ダメージ。ガムートむずいよな、本当に。負ける敵じゃないんだけど難しいよね。あ、やばい、そんなこと言ってるとなんか負けそう。だいぶそろそろあれですね、調合していかないとまずい段階入ってきてますね、これね。次のエリア移動の時に一気に調合しましょうか。調合するところまで来るか、全然全然横すら取らせてもらえてない。強すぎ。あ、移動するか、これ移動しそう。ちょ、ここで一回調合しましょうか、一気に。緑緑、
ここ。これは感じ。うわ、緑か、それ。あ、なんか、顔面ぶっこむきマン。痛い。あ、すげえ、かわいい。いいよね。あの衣装かわいいっすよね。あの衣装って言っちゃうあたり。痛い。いや、衣装じゃなくて装備でしょうよ。何が衣装ですか。あ、やばい。これはどこか、影でかわしていく。影を見て、そこに出てくるんじゃないか、読みでかわしていく。チャリーン。うわぁ。お何が起こってるんだ、これは。なんか、埋まってる。鼻が埋まってますね。あ、でも意外とじゃあ、ダメージ入ってる、そこそこ。そこそこいい感じ？こっち向いて、エキスハンター、そうか、虫がいない状態でエキスハンター俺初めて撃ったかもしれない。若干曲がったよね。よし。いや、支給品なしでも、勝てるということを僕が証明します。それぐらい僕は成長したんだということをね、みんなに見せる。初めてのモンハンクロス、ずっと実況やってきて、未だにまだここかよなんて思ってる人多いかもしれないけど、それだけコツ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 やってきてるんだ。そういうことだ。そりゃ今までのモンハンシリーズやっている人間からしたら、あー、痛い。こんなプレイ、まだまだ未熟かもしれんけどよ。初めてやった人間がここまで来たってことをね、証明するんじゃー、おらー。あ、今のなんで当たってるんだろう。はぁ、やばい！かっこー！一体。でもあれだなぁ、回復薬グレートちょっとなくなっちゃいそうですよね。はい。なんだそれ、アイスボール。初めて見た、そのアイスボール。緑。なんだ、これでしょ？で、これされての、イン。ほんとあれだよね、あのさ、鼻のなんかアイテムとか取るのすごい大変だよね。鼻トゲだっけ。何が起こってんの。よしよしよし。あ、でもなんかちょっと移動多くなりがちじゃないですか。はい、やらかしてない。でかい、さすがガムート。もう一回乗れちゃったりしない。うわっ、なにこれ。あ、なるべ、これもう終わるっしょ。体の中見えちゃってる、内臓キモ。なに、なんか鼻が横になってるよ。鼻が横になっていて、わかんないよ、何が起こってるのか。まだなの？いや、もうなんかあと、なんか小手先の技で、トゥンドゥルルーンのパターンじゃないのこれ。いや、まだっぽいなぁ。まだまだ時間かかりそうですね。やばい、ここ。抜けられないー。ちょ、液範入れますか。はい、エキスハンター、液反でも死なないだと？まだまだってことだな。もうめっちゃ移動してるんだけど。しかもさ、俺の方が早いっていうすごい珍しいパターンで、これ。攻撃しながらこう間に合うっていう。なんかあれだね。サーカス団の人みたいな。後ろから、象の後ろから鞭打ちまくって、こう象のこと調教してるみたいな。やばい！あーらら。いった。そこで薬飲む？どしー、まあ、体幹切れていく。もう
まだ。いやー、でもちょっと落ち着こう。ちゃんと回復していこう。いや、ホットリンクこれ4杯目か。疲れてる明らかに疲れてるんだけどさ。ドアップすぎて何かわからないよ、もはや。やったー。鼻借り放題だー。この攻撃、もうこの攻撃しかしてこないんだけど。あ、やったー。終わったー。天井突き抜けたなー。いやー、終わりましたねー。長かった。こんだけ、まあ、ちょいちょい変な移動とかも挟んでましたけど、これだけ時間かかるとは、予想だにしなかった。いやー、これは、なかなか今後、思いやられますね。大変そうっすね。まあ、しっかりね、空いた時間に、これでやっと星6いけるでしょ？やっぱ星6じゃないと手に、さ、入らないアイテムとかいっぱいあるじゃないですか。やっとこれで手に入ると思うんで、まあ、少しずつね、他のゲームとかの練習もありますけど、まあ、他のゲームの練習もしつつ、これもね、素材集めつつ、いろいろまた進化していけたらいいなって本当に思ってますんで、ね、まあ、ちび進んでいきますけど、モッティの、まあ、モンハンに関してはね、まあ、ゆっくり最後までご覧いただければなって、いう風に思うんで、よろしくお願いします、今後とも。やっと星6だー！あれができる。お待たせって感じだわ。マジで。やーっとあれができるんだ。あれがずっと取りたかったってか、あのクエストがずっとやりたかったんですよ、僕は。やるまでに2ヶ月ぐらいずっと思いを馳せていた。剛毛。大きい塊。氷玉。骨。剛毛。氷玉。はい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 。普通の塊もある。普通の塊も固めて大きくしようぜ、みたいな。さあ、お守りは？あ、これいいんじゃないですか、すごく錆びた体験。気まぐれ9、いらない。うわ！初めてスロット3つ来たかもしんない、これ。あといらないですね。初めてスロ3つの守り来た可能性が。28分26秒。ハンターランク6になったー！やったぜー！モンニャン隊の行き先が増えたー！お供のレベルが35になった。雇用が、あー、お供のレベルが上がった。やばい。大変な事実。また次のパートでお会いしましょう。モッティでした。次から星6。